皆さん、こんにちは。今回はマイクラ PE で花火の連射装置を作ってみたいと思います。今打ち上がっている花火は、その連射装置で打ち上げています。マイクラ PE では、バージョン 1.2 から花火が追加される予定です。今回はマイクラ PE 1.2 のベータ版を使って連射装置の作り方を紹介します。それでは、やっていきましょう。ちなみに、別に花火に限らず、他のアイテムの連射にも使用できます。まずは、発射装置を上向きに置きます。Java 版では、上向きに置かないでも花火は上に発射されますが、PE 1.2 のベータ版では、上向きに置かないといけないようです。ちなみに、これは連射できないパターンです。連射させるには、オンオフを定期的に繰り返す必要があります。そこで登場するのが、クロック回路です。クロック回路を使うと、オンオフを繰り返すことができます。クロック回路の作り方はいろいろあるのですが、今回は、一番簡単と思われるコンパレーターを使用した方法を紹介します。コンパレーターの先っちょだけ光らせます。そうしたら、レッドストーンで、こんな感じに輪っかを作ります。コンパレーターと発射装置は最低3マス開けてください。できました。発射してみましょう。連射してますね。確かに連射しているのですが、オンオフの間隔が短すぎて、花火の余韻がないです。リピーターを使うと、オンオフの間隔を調整することができます。イメージとしては、リピーターで輪っかを作るような感じです。ちょっとやってみましょう。あ、リピーターは反復装置のことです。リピーターの向きに注意してください。ちなみに、動かないとオチがある方が前です。コンパレーターなしでリピーターのみでもクロック回路を作れるのですが、信号を一瞬だけオンにしないといけないという面倒くさい条件があります。こんな感じです。後ろのトーチを動かすと、信号が伝わる速さを調整することができます。前後のトーチの距離が大きいほど、伝わり具合が遅くなります。では、発射してみましょう。先ほどより、だいぶ間隔が空きました。今までは発射装置は一つでしたが、こんな感じで複数並べることも可能です。ただ、その場合、発射装置がレバーから15マスより離れる場合があるので、途中にリピーターを置くようにします。今回はここに置きました。発射してみましょう。各発射装置の前に、リピーターを置いたので、発射するタイミングをずらすことが可能です。適当にずらしてみましょう。発射します。発射タイミングがずれているのがお分かりでしょうか。では、夜にして盛大に打ち上げてみましょう。それでは、発射です。いろんな、色、形のを混ぜてみました。今みたいに、時々画面が変になるのですが、バグかもしれませんね。いかがでしたでしょうか。他にもいろんなやり方があるのですが、今回は一番簡単と思われる方法を紹介しました。最後までご覧いただきありがとうございます。